おはようございます。今日は、今はですね、日曜日の朝9時半です。朝起きて、ちょっとお腹空いてんだけど何も食べずに外に来ました。11時にね、お店が閉まっちゃうんで買い物しに行こうと思って、今日は珍しくインカメで自分の顔を映しながら歩いてます。今までね、アウトカメラで足元とか街並みを映してましたけど、今日は少し趣向を変えて、この寝起きの顔を皆さんにご覧いただいております。なんかやっぱね、週末休みの日は全然眠れないんだわ。もう朝方3時半とか4時ぐらいまで起きてました。で、8時50分ぐらい、9時ぐらいに目覚めて、シューティングはするなって書いてますね。こちら自転車シェアサイクルですね。たまに使いますよ。まあ今日は歩いていける範囲なんで歩いていくんですけど、あれかな、逆光なんだね、ちょうど今。だから僕の顔が黒く見える。犬にお菓子あげてるおばさんがいた。あ、ヨーグルト売ってる。違う、牛乳売ってる。でヨーグルト売ってました。ヨーグルト、牛乳とか売ってました。野菜売ってる人も。野菜果物売ってる人もいますね、道端で。あとはですね、靴磨きのおじさんとか、メロンとスイカを売ってる人もいますね。野菜売りですね、八百屋さん、道端の八百屋さん。
ここお店開いてんのかな。こんな感じでショッピングセンターがあるんですよ。ちょっと入ってみますね。このお店閉まってました。古い建物なんですけど、ショッピングセンターになってるんですよ。2階建てぐらいの、3階建てぐらいなのかな、本当は。こっちはね、ショッピングセンターだったんだけど、ドラッグストアだけ開いてて、他は全部閉まってるそうです。いや、なんで見てきてみたかっていうと、コピー機あるかなと思って来てみたんですよ。自宅にプリンターがないんでね、もしなんかプリントアウトする書類があった時にここに来たらできるかなってふと思ったんですけど、ダメでしたね。やってませんでした。大体インドではゼロックスってコピー機のこと呼ぶんだけど、コピー機っていうより複合機ですね。10円ぐらい払えばコピーもさせてもらえるし、データで メールでデータを送れば印刷もできるし、で逆にスキャンもできるっていうか、スキャンもさせてくれるってことあるんですけど、ダメですかね。まだ別に具体的に決まってないんですけど、もしね、日本に戻ってきなさいって会社から言われたり、誰かから言われたりして日本に戻るってなった時に、陰性証明書、 PCR 検査を受けて、あれが必要になるんですよ。いや、 PDF でもらってそれでいいならいいんだけど、なんか所定の書面で紙で印刷しないといけないようなことを書いてあったりしてんで、書いてあったのかな、いや、よくわかんない、ちゃんと確認してないんです。もしそうなった時に印刷できるかなと思ってちょっと気になって確認したんですけど、ダメですね。誰か他当たるしかないですね。持ってる人にお願いするか、なんかするしかないですね。見て、このこれ車ですよ、茶色いの砂まみれの車、やば。何年経ったらこうなるんだろう。 2,3 年かな、もっとかな。あれ動くんかな。足元はね、犬の糞が大量に落ちてたとこ、危険。車道歩こうかな。車道の方がまだ安全な気がする。どうせ車も少ないんだよね。
派な学校があるんですよ。これ、これ建物立派な学校。ハイスクールかな。高校かなかな。うわ、でっかいバス来た。怖っ。横断、道横断してる途中で立ち往生しちゃった。暑いね。売ってる人もいる。なんかこういうピンクの花咲いてるの、なんとなくインドだと珍しい感じがします。色がついてる花ってなんか珍しい気がするんですけど、そんなことないんかな。前ね、ピンク桜っぽいのも咲いてたことあるんですよ。暑い、ちょっと待って、どうしようかな。あんまり寄り道する時間ないかな。11時にお店閉まっちゃうんでね、買い物しとかないと。ここも八百屋さんですね。路上で軽トラみたいなの使ってトラックの荷台で売ってます。あ、しかしお腹空いたな。何も食べずに出てきたから。バナナが欲しい。それを探しに来たの。あとカボチャがあればカボチャも買う。この辺も全部お店なんだけど、ほぼ閉まったの。ここはちょっとした食料品のスーパーなんで開いてます。ちょっと八百屋さん入ります。ちょっと買い物済ませました。ここ八百屋があって、隣に
ナッシングバットチキンって鶏肉屋さんもあるんですけど、この間お肉たくさん買ったんで鶏肉は食べられていますで、ちょっとしたね、ちょっとした奇跡が起こったんですよ。わかりますこれ、トータル100ルピーぴったり買いましたよ。たまたま買ったのはね、ヨーグルト一つ、これ35ルピーね。で次ほうれん草一束、これ20ルピー、これで55になったでしょ。でね、ゴーヤはねグラムで売ってるんだけど、かかり売りなんだけど、488g で 31.72 ルピーなんですよ。でこれ多分86ぐらいいったんですよ、86ルピーぐらい。で最後の一個がバナナ、これが 484g で 13.55 ルピーで、1ルピー以下は四捨五入されるんですよ、トータルされるとね。一応単位的にはパイサっていうのがあるんですけど、大差っていうのがあるんですけど、日本でいうとこの1銭2銭のやつですね、あるんですけど、実際はほぼ使われてなくて全部四捨五入されちゃうんですよ。んで多分四捨五入しなかったらどうだろう、100.27 ルピーだったんだけど、まあ、端数 0.27 は四捨五入され、切り捨てられちゃって100ルピーぴったり、なかなか珍しいと思います。ちょっとおめでとう、コングラチュレーションぐらい言ってもいいと思うんだけど、何も言われなかった、100って言われただけです。いや、目的にはちょっとテンション上がった、上がったってことじゃなくておって思った。暑いですね。本当はね、もうすごい頭になってて、うん、肩ぶっかけちゃった、頭に物乗っけてる人いた、通り過ぎる人、肩ぶっかけちゃった、怒られちゃう、喧嘩になっちゃったらどうしよう。本当はスーパーも寄ろうかなと思ったんだけど、なんかお菓子かアイスかなんか買おうかなと思ったんだけど、うわすごいありがたい、ヨーグルトがね今のところでちょっと高いけど買えたんで、それでよしとします。いや本当はね、昨日ジオマートっていうねネットスーパーでね
ヨーグルト注文してたんですよ。でも実際は品切れだったみたいで届かなくて、だから改めて買いに来ました。あとはね、そうゴーヤも実はそうなの、ジオマートネットスーパーで注文してでも在庫なかったみたいで届かなくて、で、あとなんだっけ、もう一個、そうそうそう、あれだ、オートミール、オートミールが昨日ジオマートですごい安かったから注文したんですよ。1キロ95ルピーとかかな、いつも買ってんのが1キロ99ルピーだったんで、それよりもちょっと安いって言うんで、しかもオートミール重いからさ、ネットで買って配達してくれるならそっちの方がいいと思って注文したんだけど、それも届かなくて、結局ね、リアルタイムの在庫の状況っていうのが必ずしも把握されるわけないんですよ。ん？必ずしもこう適用されるわけじゃないんですよ。結局実際あるスーパーから持ってきてるんですね。ジオマートってリライアンスグループなので、リライアンス系のスーパーが大きいスーパーがあって、そこからピックアップして持ってくるんだけども、そこの在庫状況がちゃんとネットスーパーに全部反映されてるわけじゃないんで、注文したけどなかったってことはあります。そんな感じで今日は朝の散歩をして、朝の散歩がてらちょっとお店が閉まってるショッピングセンターと八百屋さん行ってきました。どうかな、こっちのインカメの方がいいのかな。ちょっと今回はインカメで僕の寝起きの顔を映しながらお送りしていましたよ。ということで、さようなら。それではさようなら。